諸君こんばんは。中学1年生ですね。文字式の計算に諸君入りましたよね。さあここでしっかり文字式をがっつりやって方程式へ進んでいますよ。そして2学期のアドバンテージをねここで取ってしまいましょう。そして2学期ガーンって上げられるようにね努力していきたいと思います。よろしくです。まず文字式の計算で今日やったものはこの3つのことを行います。一番最初にはカッコを外します。取ります。このカッコを外すルールは今までの政府の数全く一緒、何も変わりません。それはなぜか、カッコの前に何もない、それからカッコの前がプラスの時、中身だけを取ってきますね。マイナスの時、中身の符号を今回2つ項がありますから2つ変えます。そして出していく、これがカッコを外すということです。カッコを外しましたら今日は文字同士と数字同士を並べ替えました。そして最後文字同士の計算、数字同士の計算をやっておしまいです。ではちょっとやってみましょう。まず1番、カッコを外す、これですね。となるとまずカッコの前にマイナスがあるかどうかを確認。何もない、プラスですから中身そのまま出していきます。 6x-3、 この中身をそのまま出していきます。何も書いてないのはプラスだからね、プラスを書いてあげてください。プラス 8x プラス7です。このままでも計算できるんですが、前回の反省を生かして今日は並べ替えてみます。 A=6x プラス 8xマイナス3プラス7。そして最後文字同士数字同士、これをまとめます。すると 14x、 これ6足す8ですよね。そしてマイナス3プラス7、プラス7引く3です。プラス忘れないでね。いいよ、こんな形で出てくるんだ。 OK、 次です。マイナスがありますよ。ここには何もないですね。ですので前半はそのまま出していきます。 2x プラス3、後半は両方の符号を変えます。プラスはマイナスに、マイナスはプラスに変えていくんです。これはプラス、プラスはマイナスに、プラスはマイナスに、マイナス 3x マイナス5、注意、気をつけてね。そして並べ替えます。2x-3x プラス3-5、そして計算します。2-3です。マイナス1、ね、マイナス1なんだけど1は書かないから気をつけて、マイナス x、 OK、 そしてマイナス、ここね、2とこう出てくれれば OK です。マイナス x マイナス2、どうでしょう。もう一ついきます。カッコを外します。今回プラスですからそのまま中身取ってきます。マイナス 2x プラス5、ここプラスだよ、プラス 4x プラス6、並べ替えます。計算します。4-2だったね。 2x これプラス書いてもいいよ。プラス5プラス6プラス11、できました。次はマイナスやります。これはそのままです。マイナス 10x プラス7、変えますよ。プラスはマイナスに、マイナスはプラスに、マイナス3プラス 8x マイナス 10x プラス 8x プラス7マイナス3、ここどうでしょう。マイナスの方が大きいよね。大きい方から小さい方を引いてその大きい方の符号をつける。 10-8=2、 大きい方の符号をつける。マイナス 2x プラス 7-3=4、マイナス 2x プラス4。さあここ、小数が来ても分数が来ても今まで通りです。小数の計算、分数の計算するだけです。ですからうろたえない、間違いない、簡単です。まず括弧を外して、そこから括弧を外します。プラスですがそのままプラス9プラス 0.2x マイナス5、
x 同士まとめます。 0.1x プラス 0.2x プラス9マイナスの 0.1 たす 0.2 ですよ。なんてことはない 0.3 じゃないですか。 0.3x プラス4。どうでしょう、最後分数いきます。括弧外します。2分の 1x マイナス1プラス3分の 1x マイナス2置き換えます。2分の 1x プラス3分の 1x マイナス1マイナス2。ここで分数ですから通分という作業が必要でしたよね。2分の3分のですから2と3の最小公倍数、つまり6分の2合わせりゃいいわけです。ですので2分の1は6分の3倍下から上も3倍して 3x、 3分の1は6分の2倍下から上も2倍して 2x、 こちらはもうマイナス3としちゃいましょう。6分の3足す6分の2ですから6分の 5x マイナス3。どうでしょうか、一番簡単なパターンの文字式の計算です。もう一度確認しておきます。括弧を外すことが一番、そして文字同士数字同士まとめてあげましょう。そしてそれらを計算する、それだけです。あともう一点に関しましては、括弧の前にマイナスがあったら括弧の中の符号を、この場合は2つの項がありましたから2つとも変える、これでしたね。簡単だよ、ぜひマスターしよう。では